初代クラン・ウィリアム伯爵、ジョン・ミードは、アイルランド王国の政治家、地主、貴族。第三代順断爵サー・リチャード・ミードと、キャサリン・プリティの息子として、1744年4月21日に生まれた。わずか生後1ヶ月の時に、父が死去したため、順断爵位を継承した。その後、ダブリン大学トリニティ・カレッジで教育を受け、1762年に、 B.A. の学位を習得した。1764年から1766年まで、バナハー選挙区の代表としてアイルランド、庶民委員議員を務めた後、1766年11月17日に、アイルランド貴族である、ダウン県における、ギルフォード館のギルフォード男爵ティッペラリー県におけるクラン・ウィリアム爵にされ、1767年10月22日に、 クラン・ウィリアム死者としてアイルランド貴族院議員に就任した。1776年7月20日に同じくアイルランド貴族であるクラン・ウィリアム伯爵に除され、1779年11月10日にクラン・ウィリアム伯爵としてアイルランド貴族院議員に就任した。1800年10月19日に死去、ダブリンで埋葬された。息子リチャードが爵位を継承した。 家族ともども豪奢な生活を送り、1783年頃より資産が差し押さえられて、オークションにかけられるほどとなった。クラン・ウィリアム伯爵家の債務は1787年に合計72,135ポンドに膨れ上がり、航空券とキルケニー券における領地の売却、または低当入れを余儀なくされた。長男ギルフォード卿リチャードが、 父から与えられた収入を一部放棄したこともあり、債務の金額が1791年時点で3万1327ポンドに下がったが、結局1793年にティッペラリー県の領地の売却手続きを始めることになり、債務の金額も1795年には4万6251ポンドに上がった。クラン・ウィリアム伯爵夫人セオドシア・ミード、 ジョシュアレノルズ作、1765年。1765年8月29日、セオドシア・ホーキンスイコールマギルと結婚、4男4女を設けた。ありがとうございます。